いということでいなきゃいけない人と伺っておりますが、なんか言わされてるか、私笑っちゃってたしでも本当にそれぐらい仲良しな感じが伝わってきましたね。いや、直売カフェ心屋さん、私初めて伺ったんですけど、はい、本当にお手頃ですよね、価格が。そうですよね、安い安い言いながら買ってましたよね、毎日。でも爆買いしちゃってそれこそあのオクラ、はい、オクラ詰め放題を今やって、育ちすぎたとかって言って、ね、マリさんすごすぎですよ。あの袋一袋にどれだけ詰められるかっていうのなんですけど、あのちなみにこうスタジオにいたアナウンサー陣とディレクターさんにも、はい、あの皆さんにお配りできるぐらいの量を、はい、あの詰めていきまして、矢野さんがさっきもらったって言ってました後ほどあのちょっと写真を詰めてるね、写真を載せたいと思うんですけど、はい、そうですね、はい、あのとっても美味しかったです。なんか大きいから硬いのかなって思ったんですけど、柔らかくて、焼くだけでもすごい美味しく食べられるので、ぜひ泉崎の、あとプリプリの、そうプリプリの椎茸、そうです、すごい味が濃くて、はい、そうみずみずしさを、はい、なんかキノコから感じたの初めてだなって思うような、 ありがとうございます。そう本当に美味しかったですね、うん、いやだけじゃなくてやっぱり心屋さんといえば卵ですよ。そう卵、平飼い卵、ね、今回あの先ほどの、ね、インタビューの中でも TKG をおすすめしていただきましたが、はい、スタジオにも、はい、なんと卵かけご飯ご用意いただきちゃいました。じゃ早速食べていきますか。はい、食べましょうか。で、ガンガンって言っちゃうかもしれない。じゃ今日はですね、この、うん、心の卵さん、はい、と、それに合う醤油もお持ちいただきました。はい、これもぴったりって書いてあったんですが、TKG 専用の卵かけご飯専用。これ持ってるんですもんね、一緒に、ね。持ってますね。はい、ちょっとじゃあ開けていきますか。割れるかな。ね。バッチョの使い方、使い方ない。卵より強いとかないですから。でパカッと入れます。あ、綺麗。わー、すごーい。うまくいった。どうぞどうぞ。チリガニありがとう。チリガニね、言わなくていいから。言わなくていいことたくさん言っちゃう。いやこれもう本当ね、身がプルプルですね。そうですよね。今写真撮ろうとしないでくださいね。もうそっちだから。忘れてました。早速だし醤油かけちゃいましょうよ。はい。ね、あどうぞどうぞ。じゃあ。ね、あのいろいろとも揃っていて、今やっぱ桃もありましたし、こうフルーツから何から、あ、かけすぎた、かけすぎてる、大丈夫、でもこんくらい、はい、はい、多めでお願いします。じゃ早速いただいちゃいましょうか。はい、割るのもったいない。ね、ほんとそれぐらい綺麗ですよね。そうなんですよ。ちょっとこれ卵あれできるんじゃない。何ですか。あー、ほんとだ、え、考えた。それ写真撮っちゃダメなんです。え、ちょっと生放送中なんです。そうですねすごい掴めるぐらいですね。すごいですこれ、プルプル掴めた。じゃあちょっと割っていただきます。もったいないけど、醤油のいい香りだ。そうですよね。うん、じゃあ卵かけご飯いただきます。はい、いただきます。うん、うーん、まろやかで味濃いですね。濃いですよね、やっぱすごい、うんうん、これやっぱお水とか餌とかがいいんでしょうね。そうです。私あの去年取材で平飼いにしているところにお邪魔させていただいたんですけど、うんうん、みんなすごい自由にはい、いや逆にあの統制が取れてても平飼いって言ってるのに統制が取れててもびっくりですけど当たり前のこと言っちゃいました。でもストレスなく育ってる証拠ですよね。そうですね、みんな笑顔でした。笑顔だったんだ、表情筋が表情筋があります。鳥って飛ぶためにあの表情筋を失っているって話を聞いたことがあるんですけど鳥詳しいですね。鳥詳しいですね。美味しい、ね、あこれいつまでも食べちゃいますね、うん、でも本当このお醤油も味濃すぎないので、うん、そうですね、本当にぴったり、ね、やっぱ甘みは結構強い醤油なのでこの濃ゆいずるずる濃ゆいね、この卵にすごいマッチするなと思いました。はい、また途中話にも、はい、あの出てきましたけれども、はい、こちらですね、焼き菓子なども販売をされていて、あ、そうですね、今日スタジオにはクッキーをもお持ちいただいたんですが、はい、その卵を使った、ね、うん、この濃い卵で作ったってことは味も
いいんじゃないですか。そうですね、早速開けていきますか。はい、いやこれ美味しそう。あ、これにも鳥の、あ、そう、鳥の形と、はい、ツイッターの、あ、さっきツイッターの形のような、とっても可愛いです。じゃあいただきます。手作り感があっていいんですよね。まろやか、うん、しっかり卵の味感じますね。あとなんか何かが効いてて美味しいですね。うん、待て何かって何だい。なんだろう、バターかなと思ったけど違かったらどうしようと思って。バターですね。あ、バターですかね。バターの旨味がしっかり効いてて、うん、美味しいですね。他にもですね、こう焼き菓子系いろいろありましたので、うん、ぜひあの贈り物とかのセットもありますので、心屋さんに遊びに行ってみてください、はい、またですね、こちらの卵かけご飯などはカフェの方で食べることもできるんですよね、うん、はい、なのでぜひ現場でも美味しく食べてみてください、はい、ということで今日は、ご紹介したのは直売カフェ心屋さんのTKG&クッキーでございました。村橋のご紹介、この後も続けていきます。